あっちいな。あっちいよ大輔。ああ。おジュース。おお。どっち飲む？マッチマッチ。マッチ？オッケーオッケーオッケー。暑いや。それさ、力監督のサルウェーブ見た、映画。見たよ見たよ。めっちゃ良くなかった。めっちゃ良かった。俺ストーリーさもめっちゃいきなり5分で引き込まれてさ、めっちゃ良かったわって。あの撮影の方法もね、なかなかこだわってるから力監督は。たださ、俺あのギリギリに行ったわけ上映時間、もう立ち見になるかと思って1個だけ空いててもうキュッガーンと座って、もう3時間ぐらい超えるからさ、大変なのよ。力監督の作品っていつも長いからね。そうそうそう。で俺はねストーリーも良かったんだけど、中盤のさ。そのカフェに入ってくる、その彼女がカフェに入ってくるシーンで振られちゃったじゃん、うん、それで、うん、ドリーズームをこう使ってあれどうやってやってんのかってめっちゃ気になって、いやその撮影方法もいいけど、やっぱりあのストーリー展開って良かったよね。まあ確かにね、あそこにね、あの主人公にねスポット当てたストーリーを作るってなかなかできないよ。そうね。それでさ、ビッグニュース。なになにこれ、でれん、これ見て見て、なになになに、お藤森力監督の映画祭のチラシじゃん。めっちゃ熱くね。めっちゃ熱い熱い。しかも20万。うわ。しかもさ、副賞見てよ。そう。映画人材プログラム。これが熱い。これが熱いんだよ。めっちゃ熱いじゃん。ね。今度日曜空いてる？日曜日？あ、大丈夫。空いてる。これさ、俺ら映画撮らない？絶対面白そう。やろう？よし。じゃあ、日曜日、ちょっと景色の綺麗なとこで行こうぜ。オッケー。カメラ忘れないでよ。ああ、もちろん。よし、じゃあちょっと行こう。行こう。日曜日楽しみや。いや、楽しみだね。え、カメラさ、充電しといてよ。ま、任して。絶対20万取ろうぜ。なんだって。どこで撮ろうかな。あの、三隅海岸とかいいと思う。あ、いいね。あそこ多分ね、有機物。見て海めっちゃ良くない、この橋とか最高のロケーションじゃん大輔。絶対さこれ短編映画めちゃいいの撮れるよ。めちゃくちゃいい景色で、しかもほらこっち見て、うわなんだこれ、洋館がさあれすごい絵になるよね。絵だ絵、なんかライトとかおしゃれ、雰囲気ある、ね、おー雰囲気ある、めっちゃいいわ。うわー綺麗、めっちゃいいよ洋館が。行こう、これ絶対絵になるわ。めっちゃいいわね。浦島屋だって。浦島屋すごい名前で、うん、うわめっちゃシンメトリーでよくないこれ。これ画角決めて撮りたいよ。やっぱちょっとどれで撮ろうかな。どれで撮ろう。おちょっとだ、でも暑くねやっぱり。暑い。飲み物買ってこない。行こう。あっちにあったよね。あっちあった。じゃあ競争する？競争しよう。よし。誰だよ近いって言ったの。自販機どこ？あったあった。これ。遠いよ。もう遠いわ。ジュース。いつものね。どれがいい？ちょっと待ってよ。決まってるよ。いいよ。あ。おーい。いいよ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 。あーポカリね、いつものやつね。俺はもうこれ。マッチ。ちょっとさっきのとこで飲もう。いやーここ撮るならストーリーもこだわりたいよね。藤森監督ストーリー大事って言ってるから、ちょっと画角見たいからちょっと持っといて。オッケー。ああいいね。じゃあ設定どうする？そうね、設定結構大事だよね。大事だよここ。お、これ何これ？え？タイムリープって何？なかったよそんなメニュー。なんかこの前
バージョンアップの時バグが出たとか言ってなかった？エラー出てた。なんかそれでなんかおかしくなったんで、ちょっとでもタイムってなんか未来とかなんか飛ばされるんじゃね？タイムリープちょっと押してみる。押してみる。未来に飛ぶかもよ。行くよ。タイムリープ。うわあ。うわ。何？眩しい。何？何が起こった？うわ。大輔。手に持ってんの何？何ってかん、なんだこれ。え？カメラ？重っ。何？後期のそれ何？なんじゃこりゃ。え？ラジコン？カメラもついてる。本当だ。え？何これ？マジで？なんだこれ？直行機2023って書いてる。ちょっと見せて。飛ばされたんじゃね？いや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 、ありえないでしょ。でも2023ってこう書いてるからさ。そんな飛ばされるなんてありえないよ。後期のどうなってる？え？タイムリープ？さっきのハンディカムと一緒じゃん。タイムリープってことはさ、戻れるんじゃね？ああ、そうかも。やっぱ戻らない？いや、でもさ、お前このラジコンにカメラついてるだろ？おう、ついてる。俺新しいなんかすごいカメラだから、このまま帰るの絶対もったいないよ。映画これで撮ろうぜ。それもそうだね。それからでも戻るの遅くねえよ。じゃあせっかくそれを飛ばすんだったらさ、これで対決しねえ、うん、俺と。いいねそれ、やろやろ。映像でさ、後期は海を撮ってきて、俺はこっちを撮るからさ、うん、後で対決しようぜ。オッケー。よし、行こう。行こう。大輔、いいの撮れた？めちゃめちゃかっこいいの撮れた。マジで？いや、めっちゃ綺麗なんよこれ。やっぱすごいねこのカメラ。すごいわ。どうそっち。いやでもこのラジコンもすごいよ、なかなか。見てみ。マジでこれすごくね。超綺麗、ね、橋とか、うん、このラジコンすごいよ。すげえ。俺さ、ラジコンヘリ飛ばしてるからさ。あ、そうそうそう。やっぱ綺麗な映像撮れるんだよ。いいね。これめちゃいいよね。それもな、すごいけど、こっちも見て。めっちゃボケる。めっちゃボケボケ。すげえやろ。すっごい立体感あるし。で、あっちの方に、あの夕日が綺麗な場所が公園があったから、それ飛ばしに行かね。お、行こう行こう。な。もう時間もないし、急ごう急ごう。うん、行こう。これすごくね、海。すごいすごい、ここめっちゃ広い。最高じゃんここ。そう、すごい。ここさ、ラジコンで飛ばしてよ。いや、いいと思う、いいと思う。ちょっと夕日がさ、綺麗だからさ、うん、俺あっち撮ってくるからラジコン用意しといて。ラジコンいい？ラジコンね。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗じゃん、これ。お、ワイドでいけるんじゃね。こっち行くか、こっち行くかな。いや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 、まだまだ。めっちゃいいの撮れた、後期。めっちゃ綺麗。ラジコン準備は？ラジコン。おう、大丈夫だよ。準備。どうした？ラジコン準備でき、飛べる？飛ばせれるよ。できるできる。飛ばそうぜ。おう、ね、どうした？な、大輔。うん。やっぱり俺戻って藤野市から監督の映画祭に応募したいんだよ。うん、俺も応募はしたいけどさ、うん、でもこのカメラとか見たらちょっと戻れないよ。でもさ、うん、藤野市から監督の映画を見て、うん、ストーリーが大事だって学んできただろ。
そうだな。俺さ、うん、このラジコン使って戻ろうと思うんだ、うん、お前はどうなんだ。大輔、お前はどうなんだよ。あんなにストーリーが大切だって言っただろ。俺は映画を撮りに帰るぞ。わかった。でも俺残るわ。お前の気持ちは変わらないんだな。ああ、短編映画祭グランプリ取れよ。お前もこっちの世界で頑張れよ。わかった。ここいいね。海がさ、ワイドワイド。おぉ、いいんじゃねこれ。ちょっとちょっと、ワイドが、あ、カメラやってる人ですか。カメラ。いや、違います。カメラ、ここいいっすよ、結構。あ、藤森力監督。岡本映像。すいません。はい。この岡本映像ってどの辺にあるかわからない。この辺だと思うんですけど。ああ、岡本映像ですか。はい。岡本映像はそこを左に行って、で右に行ったら着きます。はい。すいません、ありがとうございます。はい。2023って書いてるから。冗談はよしてくれよ。そんなことあった。冗談はよしてくれ。